柏原廃人跡は、京都府京都市西京区柏原にある古代院跡。国の史跡に指定されている、京都市西南部の長岡丘陵登録に位置する。七世紀半ばに建立され、平安時代中期に廃絶したと考えられる。寺名が判明しなかったため地名を取って名付けられた。現在では、復元された八角塔を中心に周辺一帯が、 史跡公園となっている。復元された八角塔基壇1967年に市営住宅の建設に伴い発見され、発掘調査が実施された。この時、花崗岩の礎石が見つかり、八角塔跡の存在が確認された。八角塔を中心に南側には基団を持つ注文跡が検出され、南面には回廊、東面、西面には 築地が巡っていた跡も確認された。遺構の検出状況と現状の地形から、注文、等、近道、行動などが一直線上に並ぶ四天王寺と同様の柄の配置であったと推定される。依存状況が極めてよく、国内では発見例の極めて少ない八角塔が検出され、建築史上重要な寺院跡として、1971年3月1日に、 史跡に指定された。その際、八角塔の基段が復元され、周辺一帯が史跡公園として整備保存された。さらに、1997年には、指定地域の北方で民間の宅地開発に伴い、発掘調査が実施され、地域北辺を隠する回廊跡と掘立柱建物3棟が検出され、続いて実施された確認調査では、塔の北側に、 建物基段が検出された。これまで明らかでなかった地域の北辺とガランの一部が明らかとなり、これらの地域を含む一帯が史跡に追加指定された。ありがとうございます。